オリックスレンタカーは、オリックス自動車が運営するレンタカーのブランド。同社では、オリックスレンタカーの他に、レンタカージャパレン及び X レンタカーが、サブブランドとして存在していたが、現在は、オリックスブランドのオリックスレンタカーに統一されている。レンタカー業界では、トヨタレンタカー系列に次ぐ、第2位。1985年、オリエントリースが、米国バジェットレンタカーと提携し、 株式会社バジェットレンタカーとして設立同名のブランドで店舗展開していた。1991年3月29日、バジェットのライセンス契約を更新せず、社名と店舗名をオリックスレンタカーに解消した。競合関係にあった石油元売り系のレンタカー会社、X レンタカーを1999年、レンタカージャパレンを2003年に、 それぞれオリックスレンタカー株式会社が買収し、2005年1月に、オリックスオートリースなど、オリックスグループ内の自動車、関連5社と合併、現在のオリックス自動車となる。X レンタカー、レンタカージャパレンブランド各店舗のオリックスレンタカー店員への看板えや、至近距離にある店舗の統合、移転による運営の効率化を行う一方、X レンタカー、 レンタカージャパレンブランドでの新規出店も続けられた。一例として、2011年12月1日開店の宮古空港カウンター、2011年11月24日、開店の246台は TS カウンターなどがある。2012年5月、ブランドを順次、オリックスレンタカーへ統合していくことになった。店頭における、個人顧客へのレンタルだけでなく、 オリックスグループの法人営業力を活かした法人顧客へのレンタル、オリックス自動車のオートリース契約者への代謝提供機能のほか、オートリース部門による店頭での個人向けリースの販売、郊外店舗を改装して、レンタルアップ車両の直接販売も行っている。軽自動車からメルセデスベンツ等の高級車、軽トラックから4トン級までの中型トラック、マイクロバスまで、 トラック営業所では車載クレーン車や冷凍車、散水車、中型車扱いとなるダンプカーまで扱っており、全国展開しているレンタカー会社としては多様なラインナップを誇る。かつてはレンタカー料金に含まれる保証型車と比べて乏しいと言われたが、3ブランドの統合と前後して現在の保証制度となった。競合するトヨタレンタカーが搭乗者にかかる保証額を 人身障害保障として3000万円に設定しているほかはほぼ同一である。国内の常用系レンタカー営業所すべてで共通して使えるポイントカードである。入会後すぐに割引、特典を利用でき、スタンダードメンバーでもプライムメンバーポイントに加え、JMBAMC のマイル、またはポンタのいずれかを合わせて積算することができる。ワンウェイ料金は 指定されたエリア内における場合は無料で、それ以外の場合は有料となるが事前予約が必要。ただし以下の例外がある。ありがとうございます。